ルトを持ってまいりました廣田さくら。これ中山選手のいわゆるギャングスターになる前のコスプレですね。初心に帰るということはそういうことだったわけですね。みたいですね。テーマ曲もね、はい、あのそうですね、MMW いた頃の、まあ、一時あの外野に上がっている時はこのテーマ曲でしたもんね、はい、いやこのベルトもでもすみません久々に見ましたけど、ちょっとこれ廣田直したんですかね。ですね、まあやっぱちぎれたりとか破れたりしてましたからね、相当脆いベルトでしたが一応修復された形で2つを持ってまいりました廣田さくら。なんか下のズボンがすみません中山よりもこう日課ぽっかに近いというかです、ね、ちょっと太すぎるっていうか、そんな気もしますけど、さあ当の中山この廣田を見てどう思っているんでしょうか。まあ例のごとく鬱陶しいなと思ってるんじゃないですかね。決定戦でよろしいですか。今チャンピオンなんて防衛戦だと思うんですけれども。鋭いツッコミであります中島リングアナ。お前のスティックがいい好きにするがいいというちょっと強い立場を誇示しながらも、まあ、決定戦になったみたいです、まあ、なんだっていいっすけど防衛戦、まあいいですね、なんだっていいっすよ。オリンピックスリーファイナルトリプル H二冠王者挑戦者決定戦王座決定戦どっちやねんか30分1本勝負を行います。セミファイナルがこれでいいのか、ちょっと不安だぞ。まあ、防衛戦か決定戦なんかっつらね、そんな真剣に気にしてるのは多分週刊から来たくらいでしょうからね。なるほどなるほど、大丈夫ですよ。さあしかし中山まで完成愛知県出身135パンド廣田さくら。そして廣田寂しい紙テープ、あ一応ねチャンピオンベルトですからね、はい、もう糸も忘れてしまうっていうというね、我々もちょっと一瞬忘れかけましたが、どっちが古かったかなみたいな、大きい方が新しい方ですね、確かに新しい方はね初め光ってたんですよ、ランプかなんか入っててね。そうですね、なんかね、ぶつけたりしてるうちに、あと喋る機能もあったんですね。私も自分と向き合うんだな、なんか言ってますよ。さあこんな廣田初心に帰れるか中山。試合は綺麗に始まりました、まあ、一応これが昔の自分だとしたら戻りたくもないですね。あっと何ですか、なんか分かりますね、なんとなく分かりますね、なんとなく分かりますね、こういうのは嫌なもんだと思うんですけどね、ただ中山もこれあえてやってたわけじゃないでしょうから見てもよく分かんないんじゃないかという。さあなんか私はやっぱりこのピンクのパンツがね太すぎちゃってちょっと、アラビアンナイトに出てくるなんか女の踊り子さんみたいなですね、踊り子さんというかなんかあのあれですね、現場の塗装の人みたいですね、やっぱ日課ポッカみたいな感じですよね、さあようやく間合いが詰まりました。この白いリングシューズは 誰のですかね。やはり高額だな、自分では持ってないでしょ確かに。なるほど、佐藤選手かな、ああシュガーのですかね、欠場中をいいことになんか勝手に持ち出したんじゃないですか。足のサイズはどうなんでしょうかね。さあ廣田非常にこれ中山を挑発しておりますが、お先生中山という選手はどうなんですか、最近 のファイトスタイルというのは。あえてその初心に戻るということを廣田は言ってましたけど、他団体試合をやるときのファイトスタイルはそんな変わってないですよ。ほう、なるほど、以前とは、ただ、まあコンプリートプレイヤーズのですね、はい、マネージャーとして出るときはまあ市内使ったりとかいうのがあるんですけど、自分の市内ではあんまり市内も使わないですし、そんなに、まあ、FMW いた頃と極端に変わったということはないと思うんですけどね。中山と言われてお互いが話した、なんか鬼ババみたいな頭になっちゃいましたフェイスクラッシャー。さあ偽物まあ中山からしたら当然そういう見方ありますよね。最近男の男子のプロレスでも偽物ばやりですからね。なるほど、さあなんか下の日課ポッカがだんだんずり上がってふくらはぎが見えつつあるんですけどね、これは自分でまた作ったんですかね。あかもしれませんね、こんなもん売ってるとは思えないですからね。さあどうしますかこれ
おおおおお。さあなんだエプロン走っていった。うわ、これはでも広田の技ですよね。ですね。モノマネはしきれてはいないようだ広田さくら。おた何やってんだかな。後楽園ホールの歓声が種類の違うものに変わってまいりました、はい、さあどうする、はい、あうまきましたね、さあカウントは2。しかし中山選手もこうスイング DDD とかですね、バックニュースープレックスとかそういうのでなかなか広田選手からフォールが取れてないんですよね。なるほどね。まあ、今日はなんかおなんだなんだあ感動ありがとうとか言いました。ブロンコバスターですね。これ中山は使わないですよね。これはアメリカのエクスパックっていう選手とかあと新崎仁成選手なんかが使うんですけど、はあ、徐々にこの中山香織のモノマネからを離れつつあるんでしょうか。広田さくらなんだうわこれはたまりませんね。これ広田選手風呂入んないらしいですからね。あそうなんですか、あんまり風呂入んないらしいですからたまったもんじゃないでしょこんなの食らったら。だから最近若い女の子はそうみたいですから ねサボテン靴下は買えないとかね。サボテン女ってやつですね。さあ、おーとひなりけんどうだ、カウント2。何か最初は髪の毛を触るあたりは非常にモノマネから入ってましたけども、もう全く違うものですね。中山としてはこれ初心に帰れないでしょうね、もうね。さあ、そしてなんだこれは。あ、ベルトじゃないですか。あ、ベルトを下に引いて、そしてベルトの上に行った。これね、今段ボールだけじゃなくて、プラスチックのハットの、人形がついてるんで痛いですよ、ほらほらほら、くちばしのとこ尖ってますからね。いやでも須山さん、段ボール部分もあまり壊れてないという感じですね。あんまり強いなぁっと、やはりあぁ、破れたぁ。あぁ広田ボロボロですね。ベルトに向かって裏剣、そしてジャーマン、どうだ、カウント2。ベルト破損のショックに、さあまだ中山はこのベルトを使っていく。今度はどうする、ベルトの上にボディスラムか。おっといた、これはハードコアな展開ですね。ってどこがハードコアというよりは歯と怖いという感じですね。うまいね、あったもん。いやー、奥の中にいた、あーと自らの体を受けましたが、あ、沖縄固めですか。さあどうだ、さあどうだ、なんだ、決まりません。そしてさあマットの中央、股間をいった。しかしこれ不思議なもんだ、広田選手急所攻撃やって痛がる選手と痛がらない選手がいるんですよね。あーっと今度はウニューだ、どうだ、ベルトでカウント3。いや、ベルトはですね、電飾のランプとかですね、いろいろ危険なものがついてますから、やっぱり食らうと。なるほど、新旧のベルトをうまいこと使いました中山香織。ボンチョンですね、初心に帰ることなく2つのベルトを使って勝利をもぎ取りました。何代目になるんですかね。もう前は数えてたけど忘れちゃいましたね。もうこれだけ悪党38台という噂が出ておりますが、誰をどう数えたら38台で、37台は誰だったんだ、こういったあたりは全く不明になっております。さぞ嬉しいことだろう、だがなそのベルト修理も兼ねて私が預かっておこう。